ビートルズ・ビートルズの作品ザ・ビートルズ・スーパー・ライブ会場となったハリウッド・ボールザ・ビートルズ・スーパー・ライブは1977年5月に発売されたビートルズのライブアルバムである1964年8月と1965年8月にロサンゼルスのハリウッド・ボールで行われたライブ演奏が収録されたなお本作は ビートルズの初の公式ライブアルバムとなっている。2016年9月9日に、ロン・ハワード監督のドキュメンタリー映画、ザ・ビートルズ、エイト・デイズ・エウィーク・ザ・ツーリング・イヤーズの発売に合わせて、ボーナストラックとして4曲を追加収録したリマスター版が、ライブ・アット・ザ・ハリウッド・ボールというタイトルで発売された。キャピトルレコードは、当初、1964年に、 ニューヨークのカーネキーホールでのライブ演奏を録音することを計画していたが、米国音楽家連盟から承諾が得られなかった。その後、1964年8月23日と1965年8月30日に、ロサンゼルスのハリウッドボールで行われたライブ演奏の録音する計画に変更された。オリジナルレコーディングは、ジョージ・マーティン監督のもと、 ボイル・ギルモアのプロデュースにより、サントラックレコーダーによって行われた。エンジニアは、ヒュー・デイビス、ピート・アボット。当初は、録音状態が満足するに至らなかったために、発売される予定はなく、暗い入りになった。その後、1971年に、当時ジョン・デノンや、ジョージ・ハリスンのアルバムをプロデュースしていたフィル・スペクターへ、アルバム完成をさせるべく検証のためにマスターテープが、 渡されたが、この時スペクターが作業結果に満足しなかったか、そもそもテープすら視聴されなかったのか真相は不明のまま、発表及び発売するまでには至らず、さらに6年もの間放置されていた。この間、1970年初頭に1964年8月の公演のライブ音源の完全版が海賊版で出回っていた。その後、 デビュー直後のビートルズが出演したハンブルクのスタークラブにおいて一般家庭用のテープレコーダーで録音された音質の悪いライブ版デビュービートルズライブ62が発売されることを知ったキャピトルレコードの社長バスカーメノンは再びキャピトルの倉庫からマスターテープを取り寄せジョージ・マーティンにリプロデュースを依頼したマーティンはエンジニアのジェフ・エメリックと共に サントラックテープをマルチトラックに移し、両実のベストトラックを選び出して、リミックス、フィルタリングを施して、サウンドを整えた。すべての作業は、ロンドンのエアスタジオにおいて、1977年1月に行われた。LP のライナーノーツには、マーティン自身のコメントとして、ボーカル、楽器のオーバーダビングは一切していないとの説明がされている。 アルバムのスリーブには、録音は1964年8月23日と1965年8月30日に行われたと表記されているが、涙の乗車券と、ヘルプは1965年8月29日、ディジイ・ミス・リジーは1965年8月29日と30日に録音された音源をつなぎ合わせたものが収録されている。 全体的な傾向として、1964年のステージからの曲は、オリジナルレコーディングに比べてアップテンポで演奏されており、1965年のステージからの曲は逆にあや,やテンポを落とし気味で、ゆったりと演奏されている。また、1964年8月23日と1965年8月30日の公演で演奏された曲のうち、 1964年8月23日の公演のツイストシャウトユーキャント・デザ a n キャン y バイ・ミー・ラブ恋に落ちたら抱きしめたいあハード・デイズ・ナイト1965年8月30日の公演のアイ・フィール・ファインみんないい娘ベイビーズ・イン・ブラックアイ・ワナ・ビーユーアマンアイム・ダウンが未収録となった未収録となった楽曲のうち 1965年の公演の b a b ーズ s in Black はシングル Real Love に1964年の公演の抱きしめたいはスタジオ音源と合成されたものがアルバム Love に収録され2016年に発売されたリマスター版 Live at h リ l l ドボー b l にはボーナストラックとして1964年の公演の You Can't Do That 抱きしめたい 1965年の公演のみんないい娘ベイビーズ・イン・ブラックが追加収録された。本作は英国ではパール本レーベルからリリースされ20万ポンドを投じたテレビ広告が大々的に展開された。イギリスの全英シングルチャートでは最高位第1位を獲得。アメリカではビルボード200で最高位第2位を獲得しキャッシュボックス市では最高位。 第3位を獲得している。英国レコード産業協会からミリオンセラーを認定されている。本作は長らく廃盤となっていたが、2016年9月9日に、ロン・ハワード監督によるドキュメンタリー映画、ザ・ビートルズ、エイト・デイズ、エイ・ウィーク、ザ・ツーリング・イヤーズの公開に合わせて、本作のリマスター版が発売された。アナログ版未収録の楽曲4曲を追加。 ジャケット写真を一新したリマスター版として初 CD 化された。現代がライブ a t ティザ・ハリウッドをボールに改められたことに合わせ、放題もライブアットザ・ハリウッドボールと現代に近いものに改められている。楽曲はジャイルズ・マーティンとサム・オケルにより、マスターの3トラックテープまで遡って、リミックスとリマスターが行われている。ライブアット ハリウッドボール発売のプロモーションとして、ボーイズのパフォーマンス映像が公開された。なお、ボーナストラックとして収録された4曲のうち、ベイビーズ・イン・ブラックは、シングル、リアル・ラブ収録音源と同様のものである。ライブ・アット・ザ・ハリウッドボールに関するカテゴリー、ありがとうございます。